作らなきゃいけないです。自分で自分の言葉を。それやって初めて生きてるっていうことになるわけでね。自分の昔の CD を聴いてるとね、小倉家って本当にいい声してたなって自分で今さら思っちゃうんですけど、その声が今でも出るかどうかっていうのがいつも課題なんですよね。歌うことって本来大好きな男だからなんですが、この頃歌うこともしんどいんですよね。本当に1曲か2曲はちょっと歌いたくなったからっていうね、いうでやるみたいなのが最後まで続けばいいんじゃないかと。親父を袋に、まあ今になって感謝するのはね、両人とも歌が好きだったんですよ。いやいや、久しぶりだね。はいはい、よろしくお願いします。お元気そうで何よりです。はいはい。歌う時に自分の中ですごいイメージしてることとか、大事にしてるものって、それはね、やっぱり僕にとって歌っていうのは命がけですよね。はい、歌うことが自分であるっていうかね、はい、これが私ですという表現と思ってるから、一曲一曲一生懸命ですね。